おはようございます。ジレット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。あのですね、ジムに僕通ってるんですけど、未だに時々筋肉痛になります。本日ね、足痛いな多いと思ってます。いやー、足痛いな、おかしいな。腕も時々痛いんですけど、今日腕も痛いな。なんだこれ。というわけで今回はすでにパーティー考えてあります。行ってみよう。おー、ひなちゃん。おー、恋をしようじゃないか。おう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 。今回なんですけど、天空の三神器を使います。で、今回はね、結構面白いパーティーなんですよ。大会でちょこっとだけ見たパーティーなんですけど、これ面白いなと思ってたやつです。はい、天空の三神器ですね。そしてお供はスライムとシールド小僧ね。この二人にはよくお世話になります、僕戦士でね。いや、弱くはないよ。普通に強いからね、言ってしまえば。ほら。ミニモンチームとね、んで、右下見えますかね。勇気溜まってんですよ。モリーレンタルチームっていう相性で。このチームの、コンセプトって、いろいろと面白いことがあって、どっちかっていうと、2P とかの対戦の時の相方としてよく見かけた感じになるんですけど、まあ、まず1ターン目にね、いきなりコーン、いきなりもうポチッと押すと、押させてもらって、光の弾を使います。はい。ほんで、天空の三神器はかなりいい仕事をしてくれるんですよ。勇気が溜まって1ターン目にね、立ち塞がっていく。まあ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 、何の問題もありません。はい。まあまあまあね、モンスターは知ることスライムというね、おー、避けていくね、今でもね、てか、戦士のお供としてはね、最初から最後まで全部使う、痛恨だよね。絶対痛恨だと思った、今。絶対今痛恨だと思ったわ。なんか、ずっと見てる感じがあるね。スライムとシールド小僧はね。さあ、縦無双を、ね、スライムツムに打っていく。しっかり勇気貯めて、スラストライク。会心出るか？あ、出ないね、出ないね。向こうはバカさらしやがってよ。さあ、凍てつカードを離しました。行きましょう。ね。凍てつカードで、ね、勇気を減らせると。勇気を減らす。これが重要なんですよ。この勇気を減らすってことは、相手にとどめ打ちを打たせづらくなるということです。まあ簡単に言えばね。ということはですよ、勇気逃げができるんですよ、このパーティー。ね、スライムのシールドコストも高い回避につくんでね、勇気も貯めれることをね、去ることながら。でね、一番ね、高校で、大魔王戦でよく見る高校の凍てつカードが可能なんですよ。まあ、まあまあまあ、素早く的に回避出していこうぜ。うん、嘘だぞ、うちは知ることお前、知ることお前。シールド構造が避けるってどないなってんねん、このゲーム。ちょ、ちょ、待って、どないなってんの。お前ら、そない避けるキャラちゃうやろうが、シールド構造は特に。びっくりするような回避やめてほしいんですけどね。ほとんどね、戦士って行動がね、遅くなるんで、その遅くなるのを逆に利用して、5つカードを最後に放つ。つまり向こうが勇気を貯まるのを防ぐことができるんですよ。こうやって。いや、それにしたって今の1ダメージも与えてないってどういうことだよ。ちょっと待って、このパーティー相手に1ダメージも与えてないんだけど。どないなってんの、ちょっと。びっくりするようなことやめてほしいんですけど、私。正確な命中率ではないんだけど。やってんな、お前、相手。相手なんかやってる匂いするんだけど。やってる匂いするというか、やってんですけどね、まあ。もうわかるよ。普通に当たる方が稀みたいになってモードやんけ、お前。さあ。おい、避ける！そう、こういうことですよ、これね。この戦士の2800っていうこの HP を削り切るのって結構難しいんですよね。普通に考えたら。ね、選手が最後やで、凍てつカードでガンガンやって、勇気逃げを狙うっていうパーティーです、こちらは。はい。凍てつく波動を放った。
たとえ向こうの勇気がね同じターンに溜まろうが、戦士が凍てつかどう最後に撃つことができるんだったら、とどめの撃撃を撃てるんですよ。まあ、今回はねこんなにバカスカバカスカ発言しましたけど、はい、こんなにバカスカバカスカと外してくれましたけども、まあそれでもねこんなに当たんなくても勝ちですよ。当たってたらもう勇気溜まってます。今回ねもうすでにね普通に考えたら勇気溜まってるんですよ。避けすぎちゃうお前、どうなんやってんの。もうだってさっきのターンに勇気溜まってたからね、普通に考えたら早いな、相手ってたどうつの。まあ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 、ほらもう勇気がこんなに差ができてます。特に大会モードの NPC っていうのは勇気が溜まりやすい仕様もあるんで、普通にやってるより絶対プレイヤーが的確にやる方が向こうの方が溜まるの早いんですよ。それでもこの差ですよ、はい、圧倒的ですね、はい、圧倒的勇気逃げですこれね。向こうにね勇気を減らす手段がない限りは絶対勝ちですね。これでバッチリ勝ってます。これねピア再生の時とかにね使えるのよ。これが痛恨出るねこれお前やってんだろ、お前めっちゃやってやってお前絶対やってるよねそのコンピューのねそういう補正やめてほしいんですけど、このボード出るんですよ。運が悪いとかじゃなくて、このボードね出やすいんですよもうずっとやってるの知ってますけど、もうずっとやってるんで分かるんですけど、まあそれでも勝ちですよ、はい。散々ナメプして勝ちですよ。まあ言ってしまえば散々ナメプですよ。こんなもっと通常なら簡単に倒せたんですけどね、はい、向こうがやってるということで、まあここは相手がやっていたということにしときましょう、はい。そうじゃないとやってられませんからねこのゲームはね、はい。誰もねビクトリーの実況者であまり語る人はいないんですけど、私語りますよ。このゲーム向こうやってますよライブで散々言ってますけど、向こうやってますからねこのゲームねはい、勝ち。このパーティーのね明確な弱点が一つだけありまして、こうプレイヤー同士の対戦になるとつばずり合いがあるじゃないですか。それなんですよ。つばずり合いに負けてしまった瞬間にいろいろとまずいことがあってつばずり合いに負けるとですね、勇気のこの逃げる戦法が通用しないというそういうことが起こり得るんですよ。はい、まあ、スラストライク、さあどうだ。あーそういく、まあ、武闘家に行って避けられなかっただけ、まあマシでしょう。で獣人剣がこれがね、まあ主人公にたく痛恨でんじゃねえの、大丈夫。オーケーオーケーオーケー、あ怖いね怖いね、いけ。アマかける剣にレッグーさん、かっこいいんだよなこのレッグーさんもな。個人的に好きなんですよこの見た目とかが、結構好きなんですよねレッグーさんね。オーケー、当てていく、しっかり当てていけ、しっかり当てていけば大丈夫ですよ、はい。溜める、溜めるか。ドラゴン、あードラゴン強いんだこれ。スライム激しいほどめっちゃ食らうんだよな。スライムが多分160くらいいくんじゃう。うわ180回、まあ、ドラゴンの激しいほど強いからしょうがないね。見てちょっと左上と右上、ほらおかしいでしょこれ勇気の溜まり具合がおかしいんですよ。どう見てもこれ向こうの勇気が溜まりやすすぎるっていう、このその仕様何なんすかねあれねいやコンピューやってんな、何天空の一式紹介するはずか、コンピューやってんなみたいな動画になってんぞおい大丈夫これ僕ほぼ的確に押してますからね、ちゃんと4玉出して吸収してるんですよ。それで向こう早いってやってますよこれはこれやってんなお前。 OK ラッキー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 、それはあ、溜めるんだよ。奥怖いな。パワースタンプで通行出て勇気がブーンって溜まってくんちゃうお前。もまだ2体います、こっちには盾無双ね。でうまくいけば次のターンにこっちは溜まります、はい。うまくいけば次のターンにもこっちが溜まって勝ちですね。さあどうだ、いてつかるラッキーね。いいよいいよ、そうそうやって下げていけ、勇気下げていけ、ね、高校いてつくね。大魔王で苦しめた高校いてつく、今度は自分がやってしまえばいいんですよ、はい。高校いてつくね、大魔王戦ではね
皆さんが苦しめられ、僕もすごい苦しめられたかね。なんだスペシャルカードを使うなお前は。おいやってんな、お前やってるわ、それやってるわお前。なるほど、これ勇気このターン溜まるからなんか微妙な気がするな。ちょっと待って、これちょっとこっちの勇気が微妙だな、溜まり具合が。向こうはスッと止まんのにな。ビビリギリしっかり当ててけ、しっかり当てろ。オッケー、いいよ。溜まりそうな気はするけどな。なんたって森レンタルチームの勇気補正は強い。ちょっと嫌な予感がするんだよな、僕。これ嫌な予感がしますよ、私。ですよね、知ってた。絶対出るよ。もうこれ絶対出るからな。うん。当ててこうぜ。あ、そうか。これ勇気たまっか。あ、そっか、ドラゴンより速くなっちゃうのか。溜まってないじゃねえかよ。溜まってないな。なんで向こうあんな勇気たまんの速いんですかね。ちょっと理解できないんですけど、私にはよく理解できませんね。わあ、やるしかないでしょ。ドンドンドコン、いきます。やるしかねえぞ。よっしゃー、はい、勝つ。これが勇気の翼だっていうやつですよ。はい、向こうの勇気ゼロになりましたよ。ほら、もう何があろうがね。はいはいはい、なんで避けていくお前は。これでね、二連通婚とかない限り勝ちですよ。ね、これ、激しいの、まあ、クラオが、大きるちがパワースタンプ、まあ、会心出て、まあ、500弱でしょう。なんで、まあまあまあ、はいはい、勝ち勝ち、はい、勝ち、はい、勝ち、はい、はい、はい、お疲れ様、お疲れ様です。お疲れ様です、はい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 。ねえ、コンピューは何やろうが私の勝ちですよ、はい。はい。お前本当やってるんだよな。お前マジでやってる匂いすんだけど。お前マジでやってる匂いすんだけど、俺。まあ勝ちですから。いや、もうこんなもうマスタードラゴンやっちゃえよ、はい。ねえ。死に谷に選ばれなかった女。行け。死に谷には選ばれなかったけど、行け。マスタードラゴンのみは選ばれたから。マスタードラゴン、来たー。一気マスタードラゴン。ミレイがマスタードラゴン呼び寄せんだよ、俺。行け、ほら。はい、勝ちー。はい、というわけで今回は天空の三神器を紹介したつもりだったんですけど、なんかやたらとコンピューがやってんなみたいな、どっちかというかそういう内容になっちゃったんじゃないかと。おい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 、こういうのはペア対戦でちょっとまあね、みんなで激闘の時にね使っていきたいと思うんですけど、あいつは使ってくんねえんだよな、こういうのな。はい、というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。